前回のあらすじ、テレビを壊してしまい、それを母から隠そうとしたアナキン。なんだかんだあって母にバレないように工作したが、母がテレビを破壊。その衝撃でテレビが爆発。母の部屋にある銃弾や爆弾やら、もうなんかいろいろ引火して大爆発。家がコッパみじんに吹き飛んでしまった。そして住む家をなくしたアナキンと母は新居に引っ越してくるのであった。あーちー、ねえお母さん、新居まだ？ああもう疲れた。黙りなさい。もともとあなたがテレビを壊したのを隠したりしなかったら、こんなことにはならなかったのよ。すいません。ここ？古くせえ、こんなとこ住むの？前の家はあなたのせいで修繕中だから、それまでここに住むわよ。おーい。あー、レミー、ゲームもしたし、そろそろ寝るか。って、この家布団ねえじゃん。だけどお母さん、何やってんだよ。布団くらい用意しとけよ、あのババア。すいません。ああしょうがねえ、今日はソファーに寝るか。おしっこしたいな。おしっこおしっこ。なんか寒気したな。まあいいか。おかしいな。棚が勝手に。これは震度3ぐらいか。もう普通だな。寝よう。イヤホンして寝よう。これは、ああもうイヤホン壊れたんだけど、これ1ヶ月前に買ってもらったやつなのに、これだから安物のブルートゥースはやらんだよ。メーカーにクレーム入れよう。いや、なんでお前が叫んでんだよ。もうあんたが叫ぶからびっくりしたじゃん。いや、脅かしたらそっちでしょ。私はでかい音が苦手なの。分かったらもう大きい声出さないでよね。なんだこいつ。てか、あんたなんで幽霊がいるのに怖がらないの？普通怖がるでしょ。いや、だって金髪ギャルの幽霊だ。ギャルじゃねえし、たまたま金髪に染めたタイミングで死んだだけだし、それに私の名前は結城優子、ちゃんとした名前があるの。そうなんだ、分かったよギャル。だからギャルじゃねえっつってんだろ。てかなんで死んだの？これ出るってことは殺しになったこと？それは、
え、何聞こえない。星が結婚したショックでショック死したんだよ。これで満足か。え、マジアホじゃん。うるせえよ。てか、なんで俺幽霊見えてんだ。まあ私が霊的なパワーが強すぎるからっていうのはあるかな。まあ霊として上位の存在的な。そっか、じゃあやめてよ。何すんだよ。いや、だって幽霊だから払わなきゃ。やめろよ。これ美味しい展開だろ、動画的に。ミラクルったらつまんないだろ。それに何なんだよそれ。いや、ゴーストバスターズもそうじゃん。ゴーストバスター、そっか、幽霊じゃなくて呪霊ってこともありえるのか。じゃあ、あぶねえな、お前。なんだよそれ。え、なんでお前が使えるんだよ。え、なんか出た。なんか出た。黒線でもダメか。そしたらスタート。いや、だからダメでしょ、君が出したら。あ、そっか。それじゃなくても私を払おうとするんじゃないよ。え、だって幽霊って一緒にいるだけで呪われそうじゃん。やだよ。じゃあ分かった、何か役立てるのを証明するからさ、払うのだけはやめてよ。じゃあ、俺がやってほしいことはただ一つ、お母さんをビビらせてほしいんだ。それができたら払わないって約束してやるよ。やるよ。にゅん。まあこんなの私にかかれば楽勝ね。まずはこれを揺らしてビビらしてあげれば。え？見えてる？いや、そんなはずないよね。だって私姿出してないし、きっと何かの間違いだよね。アメシア戦。お、あら、幽霊だったのね。なんだ、侵入者かと思った。じゃあ問題ないわね。なんでもありかよ、母。幽霊にも特攻あるとか、もう FBI やめて陰陽師でもなれよ。あ、待てよ、幽霊がいなければそもそも面倒なことにもならないし、結果おらいじゃね。え、おい、危うく除霊されるところだったんだ。なんでもないの、除霊されたじゃん。は、あれくらい痛くねえし、え、ちょっと蚊に刺されたくらいかな。喧嘩した後の中学生みたいだな。母に幽霊仕向けた意味ねえじゃん。アナキンちゃん、幽霊を仕向けたって何？さっきの幽霊と関係あるの？幽霊より人間が